ニメセレブレーションスタジオにようこそ。僕の名前はゆうすけ、アニメーターです。アニメーターっていうのはアニメーションを作る特別なアーティストのことなのよ。みんなには間もなく僕のアニメーションスタジオに入ってもらうね。そこでどうやってアニメーションが作られているのかをみんなに見てもらいたいんだ。アニメーションといってもまずは絵を描くところから始めるんだよ。みんなの中で絵を描くのが好きな人は手を挙げて。はい、いっぱいいるね。みんな僕と一緒だ。僕はね、お猿さんの絵を描くのが一番好きなんだ。わかるかな。じゃあみんなで一緒に行ってみよう。お猿のジョージ。お猿のジョージ書いてみるから見ててね。あれ、モニターの調子がおかしいのかな。そういえばスキャナーの調子もおかしかったんだ。スキャナーっていうのはね、絵をコピーしてパソコンに入れるための機械のことなんだよ。そして入れた絵を順番に並べると、まるで絵が本当に動いてるかのように見えるんだ。まあ魔法みたいでしょ。僕はね、もうこの瞬間がとっても好きなんだ。僕の描くお猿のジョージが動き出すんだよ。ああ、そんなことも分かった。僕はアニメーションをきちんと仕上げたいので、一足先にスタジオに行って、スキャナーが直るかどうか見てくるね。みんなとはまたスタジオで会おう。それじゃあまた、後ほど。バイバイ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 。みんな、またね。僕のアニメーションスタジオどう？結構かっこいいでしょ。どうしてこんな特別な部屋で作業してるのかって。それはね、僕の描いた絵にホコリとか汚れとかがつかないようにするためなんだ。こんなものがついてしまったら大変なことになってしまうからね。そろそろ絵の具が乾くころだよ。あとはこの最後の1枚をスキャンしてパソコンに取り込めば、いよいよアニメーションの出来上がり。さーて、スキャナーがちゃんと動くかな。あれ、おかしいな。どうなっちゃってるの。しっかりしてくれよ、スキャナー。そんなはずじゃなかったのに。何が起こったの。どうして僕が。嘘、これって黄色い帽子のおじさんの服だよね。うわ、めちゃくちゃかっこいいな。やった。じゃあ僕は黄色い帽子のアニメーターってことだね。あ、素敵
なパンツだね。だけどこのスキャナーは本当にどうにかしないとな。あれ、ジョージはどうしたんだろう。いなくなっちゃったよ。みんな、ジョージがどこに行ったか知ってる？後ろにいるの？後ろだね。またジョージを見たの？どこ？左だね。今のは何だったの？ジョージがいたの？みんな、僕のことからかってるの？本当にジョージを見たの？ちょっと待って、ジョージはみんなと一緒にこっちにいるんだね。ジョージはどこ？あっち。いないよ。アニメーションを作っているんだよ。ここにいるのはみんな僕のお友達だよ。ジョージ、僕がどうやって君のアニメーションを作っているのかを見に来てくれたのさ。みんな、ジョージにこんにちはって挨拶してみようか。せーの、こんにちは。みんな、ジョージが遊びたいんだって。さあ、前のお友達立ち上がって。ジョージがすることを真似してみよう。さあ、始めて。ジョージ、まずはその場で歩いてみよう。足を高く上げて、そうそう、そんな感じ。みんな上手、ありがとう。次は何かな。手を叩くよ。今度は後ろのみんなもやってみて。そうそう、そんな感じ。下も叩くよ。みんなグッド、ありがとう。次は何かな。足を上げてみよう。腕を伸ばしたままで。そう、今度はみんなと一緒にお猿のダンスだ。で、ちょっとジョージ、早すぎない？みんな頑張って。お尻のダンス、お尻のダンス、モンキーモンキーヘッツアップ。みんなありがとう、楽しかったよ。じゃあゆっくり座ってね。じゃあジョージ、僕は今から君のアニメを作るから、その間お利口さんでしていてね。何ジョージ？これはね、僕が絵を描くためのテーブル。ここで君のアニメの元になる絵を描いてるんだ。ジョージはいろんなことに興味があるみたいだね。何か描いてるんだよ。ジョージの描きたいものを描いたらいいんだよ。みんな、ジョージが何の絵を描くのか見てみよう。さあ、ここにおいで、ジョージ。さあ、みんな、ジョージが何の絵を描くのか当ててみよう。あ、この形はなんだ。三角形？ジョージ、これは三角形？すごい、大正解。三角形って言ってくれたみんな、ありがとう。これ、この絵にはまだ向きがあるみたいだね。これはなんだ。ダイヤモンド。ジョージ、これはダイヤモンド。あれ、白い尻尾が生えた。これは何だろう。タコ。そうか、これはタコだ。ジョージの大好きな空を飛ぶタコだよ。
だ。そうそう、そんな話うまいぞ。みんなにも手伝ってもらおうよ。さあみんな、ジョージの絵を乾かすお手伝いをしてくれるかな。ジョージ、準備はいい？オッケー。じゃあみんな、ジョージが描いたタコの絵にふーって息を吹きかけてみようか。いくよ、せーの、ふー。オッケー、みんなありがとう。じゃあ今度はジョージと一緒に2回吹くよ。後ろもみんなもやってみてね。せーの、ふー、ふー。あー、ありがとう。おかげでジョージのタコの絵もきっと乾いたよ。ねえジョージ、ジョージ何やってるの？ジョージ、そのスイッチは押しちゃダメだからね。ジョージ、あーあー、押しちゃったよ。あー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 、みんな大丈夫？ジョージやりすぎだよ。大変だ。今助けに行くからね。あ、すごいな。どんな波が。今日はとっても楽しかったよ。だけど、そろそろ僕の絵の中に戻ってもらわないと。君のアニメーションを仕上げないといけないからね。まずは、スキャナーを直さなくちゃやんだけど、別のは必要だな。どこに置いたかな。お手伝いしてくれるの？ありがとう。でも大丈夫。ジョージはうろうろしたり、いろんなものに触ったりしないで、そこでじっとしていてね。はあ、ねじ回し。最後に座ったのに行くよ。あ、ジョージ？ジョージ、それはねじ回しじゃないよ。あ、それはもういらないものだよ。ゴミ箱に戻しておいて。ねじ回し。あ、ちょっとジョージ、何やってるの？あ、それは僕のお弁当。仕事してくれるのはわかるんだけどさ、その、あ、気をつけて。なんてことしてくれたんだ。なんか綺麗じゃないか。ジョージ、君のおかげで次のアニメのアイディアが湧いてきたよ。うん、虹はね、僕たちの周りにはいつだって美しいものがあることを教えてくれるんだ。それはアニメを作るための素晴らしいアイデアだと僕は思うよ。でもこの新しいアニメに取り掛かる前に、まずはこれを仕上げないと。そのためにはねじ回し。どこに置いたかな。ねじ回し。え、見つけてくれたの？どこ？どこ？ポケットの？これでスキャナーを直して君を絵の中の世界に戻してあげることができるよ。よし、よし。ジョージ、大丈夫？さよならを言うのは少し寂しいね。でも大丈夫。だって君のアニメを見るときはまたみんなで会えるからね。うん。それじゃあさよならは言わないでおこう。みんなで一緒に手を振って、ジョージまたねって言ってみようか。せーの、ジョージまたね。さあジョージ、準備はいい？オッケー。帽子の中に飛び込んで、君が絵の中に戻れるようにスキャンするよ。
し、スキャナーはちゃんと治ってるはず。しっかりしてくれよ。あ、やった、うまくいった。ジョージが絵の中に戻ってるよ。どうやら黄色い帽子のおじさんはもう返してほしいみたいだね。それじゃあどうも。ちゃんと直さないとな。やらなきゃいけないことが山積みなんだな。やったね、イエーイ。まずい。さあみんな、アニメーターがどうやってアニメーションを作っていくのか分かってもらえたかな。今日は楽しんでもらえた。僕はこれにて失礼するよ。スキャナーの修理に取り掛からないとね。あとズボンも探さないと。この後もユニバーサルスタジオジャパンで素晴らしい一日を過ごしてね。今日は来てくれてありがとう。またねー。